アンリ・レオン・ギュースターブ・シャルルベルンスタンは、フランス・パリ出身の劇作家。ユダヤ人銀行家の父のもとに生まれ、諸女作、史上を、同国出身の演出家、アンドレ・アントワーヌに送り、腕が認められ1900年に自由劇場で、上演された。その後は、ブール・バール劇場の中心的存在となり、渇望などの原作を手掛け、同国出身の劇作家。 アンディ・バタイユの公的主としてバタイユと人気を2分した。初期の作品は、金銭問題をめぐり、本能的に行動する人物が特徴的であったが、1913年に初演された、擬曲、秘密では、心理的な内面描写が佳作と評価されている。第一次世界大戦後は、秘密に代表されるように、心理的な描写を擬曲に取り入れた作風で知られるようになった。 AB 役によっては、取引などがある。新潮世界文学小辞典 1971P843AB 万有百科大辞典 1973P576 ベルンスタン2014年12月28日閲覧。グランド現代百科辞典 1983P312 ありがとうございます。